この番組はこのスポンサーの提供だ。お疲れ様です。はい、どうも、皆さんこんにちは、こんばんは、マイスクリーム講師のデスノリさん、マホンでございます。今日もよろしくお願いします。今日はね、タイトルの通りなんですが、まあね、私マホン普段で一応デスボイスのプロとして、先生であるとか歌のお仕事であるとかさせていただいてるんですけれども、まあそんな僕が影響を受けたデスボーカリスト、スクリーマー参戦ということでやっていきたいと思います。なんでこれやろうと思ったのかっていうとですね、先日こんなツイートをさせていただいていて、まあ、皆さんの好きなスクリーマーですね、教えてくださいよっていうツイートをさせていただいてるんですよ。で、これをさ、後でみんなから教えていただいたやつを集計して、皆さんどういうスクリーマーが好きなのかっていうのを集計して動画に一本しようかなって思ってるんですよね。まあ、ぜひね、ご興味ある方、当該のツイートチェックしてみていただきたいんですけれども、まあ、今回はね、この告知も兼ねてというか、今回ね、こういうトピックで動画を撮ろうかなと思った次第なんですよね。まあ、僕が今から紹介する人たちもそうだし、あともしね、この動画に、コメントで私このスクリーマー好きですよとかコメントがついた場合には、そういうところから知らなかったスクリーマーですボーカリストをね知るきっかけにもなると思うし、面白いかななんて思ってるので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。という感じで、このチャンネルでは日々発声関係のお話であったりとか音楽関連のお話、歌ってみたの動画など、日々アップロードしておりますので、まだチャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。ということで行ってみましょう。ということで、まず一人目、まず僕が、影響を受けたボーカリストの一人、はい、もうなんだろう、500回ぐらい多分僕のチャンネルに名前が出てるかもしれないですけど、ギュラゲル京さんですね。もうまあこれ外せないんじゃない。まあ声帯の魔術師ですよね。つんざくようなホイッスルと煮えたぎるようなクロールですよ。なんかさ、京さんってさ、やりたいようにやってんだよね。なんか多分あの人がこういう表現をしたいと思ったら、それに合わせた声があの人の体から勝手に出てくるみたいな、そういうシステムがなんかもうプログラミングされとるんでしょうねそれでいて、そのクリーントーンもそんな感じじゃん。超ロートーンから超ハイトーンまで、もうそのチートコード教えてくださいってなっちゃうっていうね。当然のことながら、僕はその京さんに憧れてホイッスルボイスを練習したみたいなところもあるし、チャウトの練習なんかもね、ひたすらディルの曲、それこそディファレントセンスとかさ、ハギアミとかでさ、ひたすらやってましたね。デスボイスに対するこの耳、僕今耳に、デスボイスに対しての耳は絶対的な自信があるんですけど、それはもう最初は結構ディルのところから最初は作ってったみたいなところもあります。まあ影響受けてるところで言うと、クリーンのね、歌い回しとか、あとはまあ、ローとかホイッスルのニュアンス付けみたいなところは、かなり影響受けてると思うし、そう感じてる方も多いんじゃないかなと思うんですけどね。もう、すぐこう、なんとかかんとかってやっちゃうから、僕。それで気持ちよくなっちゃうから。もうね、多分影響力で言うと、類を見ないんじゃないですかね。まあほんとみんなのカリスマ、京さんでございますね。そして次です。どどん、この方。はい、もう一人の、カリスマ、来ました。ロックスター、リンチの葉月さんです。まあもうね、僕ね、リンチね、意外と、ライトニングっていう曲から入ったんですけど、初めて見た時の感想は、もうとにかくかっこいい。なんだこのエロい方はってなってたんですよ。なんかその美しさとかっこよさを両方まとってる人なんですよ。色気がもう渋滞してて。でね、肝心のスクリームなんですけど、もう本当に、美しいんですよ。基本的にはその粒の細かいスクリームに定評のある方なんですが、もう近年はもっとそれに磨きがかかって、シルクみたいな、ツヤツヤのなんか、シャウトになられてるんですよね。もうね、めちゃくちゃ綺麗なので、本当に聞きやすいんですよ。ずっとなんかデスボイス聞けないってならないと思います。で、さらになんかね、もうローの凶悪さも最近は、増してきていて、で、かつ、なんかこう、つややかなさ、メロディアスなクリーントーンもあります、みたいな。もう常に前進し続けるボーカリストの一人だなって、本当にリスペクトしています。影響を受けたところで言うと、まあ、いっぱいありますけど、クリーンの頭の入り方とか、語尾の抜き方とか、ビブラートの幅とかね、あと母音の使い方とかかな。なんか、あーっていうフレーズが、あろうもんならもうすぐ、あうわーってやっちゃうから。もうワンチャンカラオケで一番歌ったアーティストまでありますからね。コピー版もやってたし。で、まあ本題であるスクリームで言うと、まあ、注意シャウトですよ。いわゆる、リンチの曲名で言う、イボークね。うわーい！もう、これはもう、めちゃくちゃやってます。あとなんかこう、一瞬だけ、うわーいみたいな感じでこう、一瞬高いシャウトを入れるっていうのも、まあ影響を受けて、対応する、してしまっておりますね。葉月さんの、このかっこよさ、エロさ、美しさ、に、もうハマってしまったらもう、それはもう抜けられない沼になるんで。皆さんそこは覚悟していただければと
思います。そして最後、デビルーフのケイスケさんです。もう海外とかでもバズりにバズってる、デビルーフでございますけども、とにかく声の種類めっちゃ多いケイスケさん。ビビる。もうスクリーチ、ガテラル、ピックスクイルとかも、まあもちろんなんだけど、なんかね、謎の音使うんだよな、たまに。なんすかそれみたいな。どうなってんすかそれみたいな音がたまに楽曲に入ってて、沼地にさ、足を踏み入れた時の音みたいなのを出すんですよ、たまに。ぐちゃみたいな音がたまにするから。ってなるんですけど、ケイスケさんが出してるんだよね。でね、いっぱい使ってるから、全部が薄くなるかと思いきや、全部めっちゃすごいの。企画会なんですよ、全部が。毎回こう当てるべきとこにドンピシャで当ててくる天才みたいな感じ。もうあの前もね、高いスクリームの講座の時とかにも出したけど、この中がめっちゃ多分動くんだよ、ケイスケさん。めっちゃ動くと思うし、で、ここの形もバシってもう一発で作るみたいな。その精度が異常だから、超エグい音が鳴るんですよ。もうホイッスルは空を裂くし、グロールは地面をね、えぐります。もうなんかね、初めて聞いた時の衝撃は、今回の3名の中で一番衝撃だったかもしれないです。で、代表曲のルーインっていう曲があるんですけど、それはなんかめっちゃカラオケで当時歌ってましたね。ルーインって曲とエスケープっていう曲がね、当時、カラオケに唯一入ってたんですけど、それはね、ダムにしか確か入ってないんよ。だから、それを歌うためだけに、ダムの入ってるカラオケ屋さんに行ってました。影響を受けたところで言うと、歪み面では結構一番影響を受けてるかもしれなくて、ローのニュアンス、ハイの、デスコアっぽいハイのニュアンスとか、瞬間的になんか、うわーってやるホイッスルとか、今一瞬ホイッスル混ぜたんですけど、こういう動きとか、あとデスボイスの終わり際の抜き方とかね、細かいニュアンスの部分とかは、すごい影響を受けてます。こう、いろんな声があって、一個一個の声をできるだけハイクオリティでさ、ぶん回していくっていうスタイルに、僕が落ち着いたのも、結構ケイスケさんの影響なんですよね。もう本当にトアに憧れだし、リスペクトしております。はい、こんな感じで、ご紹介した3名から僕は影響を受けてますってことで、あー確かになって思った方もね、いらっしゃるんじゃないでしょうかね。まあね、今回デスボーカリストね、スクリーマー限定だったんですけども、まあクリーン面で言うともっと他の方から影響を受けたりもします。ということでですね、前半にもお話ししたんですけれども、皆さんが好きなスクリーマーもですね、ぜひ教えていただきたいんですよね。なんかその、各々が知らないスクリーマーをぜひ共有していきませんか。それでさ、こんな人いたんだ、こんな人いたんだってなることによって、もっとこう、スクリーム界っていうか、このラウド僕はちょっと僭越ながらこう盛り上がるんじゃないかなと思ってるので、冒頭でご紹介したツイートの、引用リツイートがね一番拡散できるんで嬉しいんですけれども、リプライでもいいですし、この動画の、コメント欄でもぜひ皆さんのね好きなスクリーマー3名まで、お一方につき3名まで、ぜひ教えてください。もちろん理由なんかもね、添えちゃってもらっても、それ合わせて紹介できるんで、嬉しいです。でね、まあ、いただいた、表とかっていうのを後日集計して、一本の動画にして、このチャンネルにアップロードしたいなと思っておりますので、その動画ですね、ぜひ見逃さないためにも、チャンネル登録お済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いします。そして、この動画、面白かったという方はぜひ高評価もいただけると嬉しいでございます。ということで、デスの兄さんマホンがお送りいたしました。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。